今日はあえて YouTube の方でライブをしようと、いつもはね Facebook の方で生ライブをしてるんですけど、今日はあえてちょっと YouTube の方でライブをしたいなと思いまして、2台のスマホ使ってね、ライブしてるんで、ちょっと視線が飛び飛びなるんですけど、まあそれは許してくださいね。まあ、前からね、まあ、ブログとか Facebook とかでね言ってた、達也プロジェクト Z、始動さすと言ってましたが、まあこの度ね、まあ、充電期間を得て、エネルギーもチャージしたんでね、プロジェクトを正式に、始動させたいと思います。テーマはね、世界平和。今もね、よその国ではドンパチしてる国もあるし、今はしてなくてもね、しそうな国があるじゃないですか、近所に。ドンパチしそうな国がね、近所に、そういうのもひっくるめて世界平和をねやっぱりやっていきたい。そして教育、まあ僕はね、勉強は正直しなかった、全くしなかった、しなかったからできなかった、できなかったから落ちこぼれた、落ちこぼれたから、こんな風になってしまった。まあ精神障害者扱いね、会社から解雇通告を受けました。そんな僕がねあえてね教育について、今もね、今、まあ、僕の、学生時代と今の学校とではだいぶね、違うとは思いますけど、教育とは何ぞやと、もっと面白いもんやねん教育は。教えると、教育ってね、教えると書いて育てるって書くでしょ。だからとてつもなくね学ぶ方も面白いはずなんですよ。教えてもらって育つんですからね。だから教育についてやってテーマをね、この日本のテーマを、僕のね多趣味を、まあ僕の趣味はね、まあ正直浅く広くなんです、あんま深くはないんですけどね、浅く広くなんですけど、まあそういう趣味をね、多趣味を利用して、やっていきたいなと思っております。正式にね、まあ僕はね肩書き、今の肩書き、正式で言えば YouTuber で、今まではね僕ペットを中心に、作品を、YouTube や Facebook 生ライブに、流してたんですけど、これからはね、まあそう、まあ、ペットも含めてですけど、そういう多趣味を利用して、世界平和教育のについて作品を、YouTube もしくは Facebook やブログに、作品を提供していきたいなと思っております。
で僕はね、Facebook、正式には5つアカウント持ってるんですよ。タブレットとかも入れてね。ただまあ常時使ってるのは2つだけなんで、もうこの2本で絞っていこうかなと思っております。あとの3つのアカウントはほとんど使ってないんで、もう使う予定はないんで、2本のアカウント、そしてツイッターも2つのアカウント持ってるんで、この2つのアカウント、そして YouTube も2つチャンネル持ってるんですよ。でまあなぜかね、一つは菅原文太さんのプロフィール写真で、もう一つは成田美京さんのプロフィール写真。なぜかまあ成田美京さんのプロフィール写真の方が名前を検索してもヒットしないっていう、まあ苦情というかそういうのが来てて、見れないっていうね、苦情が来てて、ちょっと僕もなぜかはわからないんですけど、実際ちゃんと作品を成田美京さんのプロフィール写真の方のチャンネルも、作品をどんどん流しておりますんで、見れるはずなんで、僕の携帯では見れるんで、皆さんの携帯でも見れるし、チャンネル登録してくれてる人もいてるんで、だから見れると思うんで、なんとかね、まあ諦めずに、見れない人の方がちょっと多いんですけどね、見れないという苦情が来てて、そっちの方が多いんですけど、まあ見れるんで、見てる人も事実おるんで、だからまあなんとか諦めずにね、そっちの方の作品をもう見てほしいんですけどね。まあ これからまあ僕が動き出すわけですけど、やはりね、生まれてきたからにはね、やっぱ使命、運命、天命っていうのがあると思うんですけどね。まあ僕もね、使命、自分の使命を持ってね、まあ僕の、気量っていうか度量っていうのはこんな小さいかもしれないし、こんなでっかいかもしれないし、どっちかわからないけどね、まあ今自分の背負ってる荷物はね、とてつもなくどでかくて重たい荷物ばっかりなんですけどね、まあ必ずね、世界史に名を残す男になりたいんでね、やっていきたいなと。その中でまあ協力してもらえる人がいればね、協力してもらいたいし、これからね、やっぱりいろいろ全国回っていろいろ、僕の趣味を利用して、やっていこうと思っておりますんで、皆さんぜひね、僕の YouTube で、もしくは Facebook、ブログ、アメブロ、Twitter、基本名前でやってるんでね、自分の本名でやってるんで、で僕のもう正直生活、僕の生活の洗いざらいもうさらけ出してるんですよ、 Facebook とか Twitter とかブログとかでね、まあ YouTube もそうですけど、僕の洗いざらいの生活を、さらけ出してるんで、それをねぜひ見てもらって、僕の評価をしてもらいたいなと、そしてチャンネル登録をしてもらいたいなと思っております。まあ話はちょっと長くなりましたけどね、まあ、すいませんけどね、必ずやりますんで、達也プロジェクト Z に乞うご期待。 God damn! やってやる。 God damn!
トランキーノ焦んなよ。